狙うは1、2、3。こんにちは、アジーンです。今回はビーメントの夕焼け食堂のミニチュアを3箱開封していきたいと思います。1サンプルシリーズ夕焼け食堂、一箱あたりが550円に消費税でした。多分これ過去に出たものの再販だと思います。うわ、この一番のこれめっちゃいい。私が過去に作ったことがあるみかんスクイーズみたいな感じ。懐かしい。これ欲しいな。ラーメンもいい。あ、カツ丼もいい。あー、生姜焼き、餃子。やばいな、欲しいのがいっぱいある。全部美味しそう。じゃあ今回の狙いは1、みかんとラーメンと3番、1、2、3でいきたいと思います。そして恒例のこれ一番重いかな。この順番でいこう。一番重いと思われるこの順番で開けます。まず一箱目いきます。お、硬い。オープン。お、生姜焼き定食7番、いつもの生姜焼き。ちょっと予想と違った。これ裏かな、これ裏か、見てみよう。裏だよね。昨日のねガチャガチャの定食がリアルすぎちゃって。あー、すごい、コンプするとこういう風になるんだ。めっちゃいいじゃん。でです、問題のここよ。問題はこれがサラダでしょ。キャベツに、あー、肉こんな感じか。ちょっと違った予想と。これマカロニサラダ。うん、色味がちょっと残念かな。最近のリーメントが多分リアルすぎるんだな、これ。わー、これはかわいい。山盛りのライス、美味しそう。これはめっちゃリアル。そして味噌汁はねこんな感じです。でこれ、あ、タバコじゃん。タバコがついてます。すごいなレトロな。でこれは漬物か。あ、これもねリアル、漬物で。トマトか。あー、トマトすごい豪華なんだけど、ちょっとなんかこの肉とこのキャベツがですね。これはちょっとリメイクしたいような、そんな感じです。はい、最近のがリアルすぎるんだな。特にね昨日のガチャガチャの定食セットがめっちゃリアルだったんですよ。でこれは何がついてんの。あ、雑誌になるみたい。これが折ったらすごい。ということでまず一つ目が7番、いつもの生姜焼きでした。続きまして2箱目いきます。2箱目、狙うは1、2、3。カツ丼見てみたいな私。カツ丼とね、何よりもこのみかんがめっちゃ欲しいです。みかん狙いでいきます。オープン。おー、これはカツ丼じゃない。3番の今日はカツ丼に決めた、ゲットしました。さあオープン。おー、美味しそう。何がついてるんだろう。なんか透明の板みたいなのがここにねついてるんだけど、これは何だろうか。カツ丼はあれがないんだ、下のねプレートが。漫画かな、漫画がついてきますね。おー、あー、ちょっと惜しいかな。これも色塗りたくなっちゃったおー、リアル、ここめっちゃリアル。こうなってるんだ、すごい。めっちゃご飯リアルです。これがカツ丼本体とお味噌汁。うわー、美味しそう。お味噌汁と、あー、すごいな。これレトロな喫茶店に出てきそうなお水。ちゃんとね氷まで入ってると。これが何だろう。あー、これは漬物です。これがお漬物で、こ
これが気になるの。これなんだろうか。あー、メニュー表だ。これだ。あれかと思った。密を避けるためのね、パーテーションがついてるのかと思ったけど、違う、この時そんなんなかったからね。2017年って書いてある。ないまだね、コロナじゃない。そっか、これがメニュー表だ。ここに多分これを切るんですね。おー、すごい。若干ちょっとね、このラインナップのこの美味しそうな感じとちょっと惜しい感じがするなっていうのが今回の印象。ちょっとね、色が、卵のところが薄くて、カツはね濃すぎるんだな。こっちは美味しそうなんだけど。はい、ということで、欲しかった3番の今日はカツ丼に決めたでした。3箱目いきます。3箱目、このカツ丼なんかめっちゃ美味しそう。湯気もなんか出てるし、いきます。オープン。おー、これは何だ、何定食だろう。6番、レバニラ定食で精をつける。うん、生卵がついてくる。あー、これ爪楊枝かな。すごい、かわいい。だがしかし、ちょっと待ってくれ。これ一番残念じゃないかな。リアルなんだけれども、ちょっとこのレバニラが、これちょっとね、この子はちょっと難しい。一番ちょっとあれかな、リアルなんだけどもです。スープと、これが、あ、ライス。ご飯はね、めっちゃリアルなんですよ。むちゃくちゃリアル。昨日のガチャガチャよりもめっちゃリアルです。ご飯でしょ。ご飯。これが、生卵。おー。で、ここに、すごい爪楊枝もめっちゃ細かい。すごいな、これ。これ爪楊枝で、そして、箸と。こんな感じです。ちょっとな、メインの、レバニラ定食のこのレバニラが、こっちは美味しそうなんだけどね。で、これは、あ、これもね、漫画がついてきます。少年ジャングルです。さっき何だった？味の通信簿です。ということで、今回はこのような結果になりました。ゲットできたのが、3番、6番、7番でした。3だけね、当たりましたね。一番のね、このみかんがすごく見たかった。これ、めっちゃ見たかったです。今回のリーメントはね、また別の動画でサイゼリアのように色をね、塗り替えてみたいと思いました。ということで、今日はリーメントの夕焼け食堂を3箱開封しました。本日もご視聴ありがとうございました。アジン TV の LINE 公式アカウントでは毎日限定動画を投稿しています。タイムラインのフォロー、友達追加よろしくお願いします。